懐かしのアイランドに帰ってきました。いやー、久しぶりだよね。アイランドマップ、ほら向こうの方にね、水上拠点みたいなやつを作ったんすよ。昔イカトゥソテウティスとかのね、あそこいるからね。いや、ほんとこのマップはね、感慨深いな。なんか思い出深いし、で引っ越し用品をちょっと取り出すか。こんだけね持ってきた。ご飯と装備一式とボス専用レックスとユーティラヌスとマナガルムぐらいを今回連れてきました。あー、スノーオールもちょっとまた連れてこよっかな。いやー、久々です。ついに帰ってきましたね。いやー、今の視聴者さん、最近見始めてくれた視聴者さんなんかはね、この拠点のことを知らないんじゃないかとさえ思いますよ。それぐらいもうね、昔だよね。実は僕、ユニコーンとかも捕まえてたりするんですよ。ここにいるんだけどね。巻き場王と名をつけて、角が柱に突っ込まれてるから、パッと見わかんないけど、この子ユニコーンだからね。おい、こっち向きで、こっち向け。ほら、ほらほらほら。かわいいやつなんすよ、ほんと。目怖いけど。な。さて、今回なぜこのアイランドの方に来たかと言いますと、イースターイベントがね、始まったんで、こっちで探そうかなと思いましてね。もともと、ボス戦をするためにアイランドに来るっていう用事もあったし、まあ、ちょうどいいかなっていうことでね。猿、お前、ちょっともう肩乗せていくわ。まあそんなこともありましてね。うん。やり始めた。こっちでやり始めたというわけでございます。早速だけど、ちょっとイベントの方やっていきたいかな、今日は。そして、懐かしのアイランド編の再演。いや、ここさ、バグの温床だったんだよ。この中の植物がめちゃくちゃね、もう画面始まりビヨーン伸びるみたいなバグがめっちゃよく発生してたんですよね。動画にもなってるんですけど。で、この中にクッキングポット、調理鍋があります。こういうイベントの時はね、大体こいつで何かが作れる。やっぱ作れますね。去年もあったはずなんだけど、これ僕スルーしてたんですね。だからこれね、ほぼ作れてないんですよ。いろいろあるけど、これ卵棒スキンとか作りたいよね。あ、これ今回新しく追加されたスキンだぞ、おそらく。初めて見る。マシュマロハート。こっちがチョコレートラビットクラブ。いや、完全に新しいやつだね。どんな感じなのか絵面見てもよくわかんないな。こっち、これはきっと頭にかぶるやつだと思うんだけど、あれ、マシュマロあった、こっちだ、マシュマロ。これ頭にかぶるんだろうね。あ、作りてえな。まあ、イースターエッグが必要ということで探しに行きますか。きっとその辺にいるはず。このイースター限定のドードーとかがね、オビラプトルもイースター限定のやつがいるらしいので、それをまずはね、探しましょうや。な、ヒゲモジャ。探索用に君はここに連れてきたから。なんつってね、マナガルムで回ろうと思ったけど、よく考えたらね、あれ、あいつ、この、恐竜を掴むっていう技を使えないんでね、凍らせることしかできないんでね、今回はアルゲンで来ました。この昔懐かしいマップにふさわしき、昔懐かしのイカロスタン。まあ、ちょっと前ぐらいにも登場してるんだけど、この子でね、探していきたいと思う。おー。イースターカラーのワニがね、泳ぎたくってるね。いい色してる。いい色してる。やっぱこの期間限定でしかね、出てこない色はやっぱいいよね。そそるよね。まあ、そんな感じで、とりあえず、イースターイベント堂々とオビラプトルを探していこう。こいつ違うか？これ、あ、いたいた！これいる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 ！いるし、卵めっちゃ産んでるし。お前いいな。お前いいな、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 これ。これこれこれ、これを求めてたんですよ。で、ちなみにこいつらは、あ、まだあるわ。こいつらは、テームができない。らしい。残念ながらめっちゃ産んでんじゃん！どんだけ産んでん、これ。ははは。お前ら最高だな。まあ、そんなわけで、また、こいつらあれだね、産むモーションせずにポト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 落としてくんだけど。お前らちょっと連れて帰るわ、ほんと。そんな、ちょっとね、とりあえずね、とりあえず連れて帰るわ。ちなみにだけど、
ダメ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 やめろややめろやダメだこいつらも救出しよう。いや抱きかかえるの無理かなと思ったんだけど、まあ、これ無理そうだね無理そうだね。とりあえずはよし、とりあえずこのバニードードを捕らえてうちの敷地に連れ帰りまくります。とりあえずね、バニードードをね1箇所につきだいたい2匹から3匹はポップしてるから見つけるのは結構簡単だね。で確率としてはドードーが生まれる瞬間に抽選というか確率で2分の1の確率でこのバニードードが生まれるらしいです。でオビラプトルも同じ感じで2分の1の確率でバニーオビラプトルが生まれるらしいんだけど、そっちはまだ見つけられてないっすね。あいつどこにいるんだろう。でそいつがいたらただでさえこう卵バンバン産むのによりバンバン産むようになるのかな。オビラプトルの特殊能力ってもともと他の恐竜の卵産ませるみたいなとこあるから、いやー欲しいめっちゃ欲しい。今でもこれさ空中浮遊しながらもうポン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 イースターエッグを産み落とし続けてるんだよね。これ産め産め産め。急に産まなくなったな。さっきまでポロ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 としてたねさてたどり着いた。でここに捕まえたやつは今全部ねポイ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 って投げ込んでるんですよ。もともとは野生の恐竜ここに捕まえてきてテームをする時用の箱なんですけど、あーいっぱい産んでおるね。いいね、結構集まってきてるよ。まだここにこのバニードードを連れてきているだけの段階なのにすでに結構集まってる。今44個。ん？あ、いたね。不意に来たね、こいつ。不意に来たわ。なんか、耳つける場所違うくね？なんか、首？いや、この辺か？この辺か。もう普通にいたよ。普通にうちの拠点の近くにいたよ。もっと海辺の方とか行かないと、ドードーもそんなにいないかなと思ったけど、やっぱ、あれだね、オールラウンダーにどこにでもいるね。ドードーとかね。オビラプトルに関してはもうなんか予想できない。ふわっと出てくる。よし、これでよりたくさんの卵を産んでくれるかどうかわからないが、一緒に入れておこう。ポイっとね。すでに現状でもう十分すぎるぐらいに産んでくれてっからな、これ。開始。一匹増やしに来るたびにこれぐらいの卵は常に落ちてるからね。たまることたまることよ。一瞬ですよね。一瞬でイースターエッグ200超えるぐらい集まりましたよ。よいしょっと。この子まあ動きがのろくなることのろくなること。あ、それからなんかねこういうのもね出ました。使ってみましょうか、せっかくなんで。イカロスさんにこれ多分速度が上がる。うん、スピード、ムーブメントスピードプラス 10% だね。ちょっと今この状態でこのくっそ遅い状態で使ってみよう。はい、色が変わりました。そしてあーどうだこれ、わかんねえ、早くなったのかな。そして色はいい、いい、チョコバ感がちょっと出てきたな、黄色くなっていいなこの色、やっぱいいな。なんかどんな色であってもなんかいいっちゃいいんだけど。黄金の鳥。さて火をつけます。で色々作れるんで、とりあえずマシュマロハットとチョコレートラビットクラブかな、これ何に使うやつなんだろう。できた、2つできました。帽子なのかな、これは帽子だね、やっぱりつけれます。これはこれは一体何に使えるんだ。クラブ、棒か、もしかして棒か。ということで木のコンボを作りました。適用、あ、やっぱできますね。はいはい、
できました、チョコレートラビットクラブ。まあ要はもうチョコバットだよねこれ、チョコバット。ほら、あ、もうかじり跡がついてるよこれ。しかも我慢できずに食べちゃってるよこれ。完全に人間の歯型でしょ、おっさん。おい、食ったらお前まあ食べるよね、こんな、こんな目の前やったら食べますわ、そりゃ。それ間違ってない。あとね、猿ってさ、頭装備をつけることできるんですよ。だからこの卵帽子スキンをつけた帽子をつけてやれば、見てください、ちょ待って、全然顔見えないんだけど見てくださいって言いながらあれだけど、こんな感じになるんです。あー、完全になんかこんなおかっぱの女の子いそうだけどさ、前髪で目隠してる感じのこんな感じになりました。いいいいいいんだけど、いいんだけど、もうちょい顔見えてもいいよなっていう棍棒も構えるか。これがイースターイベントだそんでもってね、もちろん恐竜とかこういうクリーチャー系のやつのサドルにつけるスキンもあるんで、こいつをこう適用してつけると、はい、こんな感じになります。あ、いいね、似合うね。完全に目隠れて口元まで来ちゃっているけど、ロックルメンタル意外と似合うよね。やっぱ体ごついやつに可愛い系って相性良さげな気がします。いいっすね、いいっすね、このガタイの良さ。てなわけで本日のところはこの辺にでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。ではでは、バイバイ。味があるな。